マスオ TV です。今日は面白そうなアプリを見つけたのでご紹介していきたいと思います。ということで今日ご紹介するのはこちら、はい、運命の人診断アプリです。あー、はい、このアプリアップルストアのランキングで見つけたんですけど、どういうアプリかというと、自分の運命の人の写真っていうかイラストをなんか表示してくれる、そんなアプリなんです。その他にもね、なんか普通の占い的なものがある、そういうアプリなんですけど、顔が出るってことでちょっと楽しみなんですよね。はい、ということでどんなアプリか早速ご紹介していきたいと思います。はいはい、でご紹介するアプリがこれ、運命の人。はい、まあ普通の占いアプリですね、こんな感じで。はい、その中でこの5つが無料でできるみたいです。今日の運命タロット、今日の出会い運、簡易イラスト付き、あなたが次に落ちる運命の相手、それはどんな人、運命の人との他の異性の違いは、直感で分かるあなたと運命の人との出会いっていうやつなんですね。はい、まあ普通に自分の情報を打ち込んだんでこんな感じです。マスオさん今日のカード付きみたいなね。はい、まあ普通にこういうアプリです。タロットカードが付ける、今日のあなた依存心が強くなってしまいそう、オーマイガーって感じなんです。今日の出会い運もね、こんな感じです。でその中で面白かったのがこちら、簡易イラスト付き、あなたがついに恋に落ちる、運命の相手、それはどんな人、この先あなたが惹かれ、そして愛する相手は一体どんな人、運命のだけが知っている、次の恋の詳細をボリュームたっぷりの内容でお伝えします、という無料でできるやつなんですね。こちらが鑑定項目で、将来のあなたが持つ恋愛傾向は2、運命だけが知っている、次にあなたが恋に落ちる人の特徴、3、その恋に約束する、その恋に約束された未来は、ということなんです。はい、で占う人を選択、もちろん僕ですね、マースオット。はい、で鑑定する、鑑定結果、ダン、はい、こちらあなたの運命の人これが僕の運命の人らしいっすよ。はい、なんかいそうなんかこれに似てる人いたらぜひご連絡くださいはい、まあこんな感じですね。結構有料払えばこのモザイクが取れてちゃんと見えるらしいです。あなたが持つ恋愛傾向は、この人いいかもと思った瞬間もすりすれ違ったごとく恋愛モードに切り替え、四六時中相手のことが頭から離れなくなってしまうあなた、という感じでどんどん続きます。運命だけが知ってる、次にあなたが恋に落ちる人の特徴、まあこんな感じですね。ここ当たってますね。ただし異性経験が多い方ではないので、異性に対し少し苦手意識もあるようです。確かにちょっとね、苦手意識ありますね。ということで、はい、まあこんな感じで占えるようになってるみたいです。はい、でこちらさっきの有料で、もっとイラストを細かく見ようとすると、なんと価格700円高い、これは高いでしょ。はい、はい、ということで今日ご紹介したこの運命の人っていうアプリ、はい、話のネタに面白いかもしれないですよ。ちょっとね、700円正直僕には全然高いんですけど、はい、皆さんもぜひ話のネタぐらいのつもりでやってみてください。でさっきのね、僕の運命の人っていうイラストに似てる人を発見したらぜひ お知らせください。運命の人かもしれませんはい、ということで今日は運命の人アプリご紹介してきました。以上、マスオ TV でした。バーイ。